私に妹ができましたっていう。はい、こんにちは、あまねこです。今日なんですけど、これからですね、箱根の方までドライブしに行きたいと思うんですが、今は東名高速道路の海老名サービスエリアまで来たんですよね。で、ここからね、また走っていきたいんですけど、カメラを回さずに一人で黙って走ってると、最近もあったかくなってきたということもあって、眠気がね、すごいんですよ。まあ、ということでですね、今回はカメラを通して視聴者さんの皆さんに眠気覚まし代わりに喋り続けていく、そんな動画になるかなと思います。イエーイ。まあ、優しい視聴者の皆さんはね、きっと私の喋りに付き合ってくれるんじゃないかなということで、今日はこれから長距離ドライブしていきたいと思います。はい、ということで、それでは今日もご安全に行ってきまーす。よし、じゃあとりあえず行きますか。で、そうそう、4月になったことで新年度が始まって、皆さん新しい環境でお仕事を始められたという方も多いんではないでしょうか。で、私は4月になったからといって特に何か大きな変化があったわけではないんですけど、なんか周りの方の話を聞くと、やっぱり新年度になって新しい環境になったことで、その新しい環境での仕事のやり方だったり、なかなか人間関係のところでスムーズにいかなくてちょっと嫌になってしまうというか、なんかそういった今までとは違う環境に身を置くことでかなりストレスを感じられてる方も多いんじゃないのかなと思うんですよ。で、私もですね、その最近はもう職を変えるということはしてないんですけど、もともと転職組ということもあって、全然違う職種から今の職種に変わったっていうこともあったんでね、なんかその環境の違いというか、もうそもそも企業のカルチャーの違いとかもあるじゃないですか。なんか日系企業から一気に外資系に行って、なんだこれは、なんでこんなカタカナ英語がはびこってるんだ、普通に日本語で話せばええやろみたいな気持ちになったことも過去には多かったんですけど、でもそういうカルチャーの違いとかっていうのも馴染んでいくしかないんでね、まあ、新しく環境が変わって大変ですっていう方も、まあ、時間が解決してくれるところは大きいとは思うんですけどね。まあ、そんなこんなで、私が前の会社から今の法人に変わったことで一番驚いたことはカタカナ英語ですかね。なんか送付状のことをカバーレターっていうのが一番気持ち悪くって、いや送付状って言えばいいでしょう、カバーレターの方がなんか気持ち悪くない、長くない、うーんって気持ちになったんですけど、まあきっとこんなもんですよね。郷に入っては郷に従えという言葉がある通り、もうそこの環境に馴染むしかないんですよね。まあでもあれですよね、実は YouTube も私2年ぐらい続けてるんですけど、その2年間の中でもちろん変化をたくさんしてきてるわけですよ。まあ、いろんな動画を試してみて、視聴者さんの反応を見て、どれがいいのか、どういった内容の動画がいいのか、どれぐらいの尺がいいのか、で他の YouTuber さんの動画を見て研究したりと、まあ、いろいろ考えながらやってるわけなんですけど、もうチャンネル開設当初の初期の頃とはやっぱり変わるわけじゃないですか。で、変わってしまったなとか、昔の方が良かったみたいなことをおっしゃってくる方ももちろんいなくはないんですけど、まあそんなこと言われてもね、人間進化はする生き物ですから、変わらない方が異常というか、まあずっとね、過去の動画の方針のままっていうことも良かったのかもしれないんですが、まあタラレバの話といいますか、パラレルワールドの世界なんで何とも言えないと思うんですけど、正直ね、ここまでチャンネルは成長してないと思うんですよね。まあ、私がね、いろいろ試行錯誤の結果、視聴者さんの反応を見つつ、何が求められているのかっていうのを考え尽くした結果が今の形かなというところもありますし、まあ、あとはね、純粋に応援してくださってる視聴者さんにたくさん見てもらえたというね、まあ、私がたまたまラッキーだったっていうことも大きいんですけどね。まあ、何が言いたいかっていうと、結論としてはこうやっていろいろ変わりゆく時代の中でどう自分が柔軟に変化していけるかっていうことが大事だと思うんで、新しい環境に馴染めないという方もね、
今は多分厳しいとは思うんですけど、もうそれがね、いずれ頑張ってよかったなと思う時があると思うんですよ。まあ、ただね、これはもうダメかもしれない、これはもう頑張りようがないと思った時はね、頑張らずにもう諦めてほしいんですけど、無理に頑張らずに肩の力を抜きつつ、ただ歩みは止めないということをね、ぜひやっていただくのがいいんじゃないのかなと。まあ、何目線だみたいな感じでまた怒られちゃうかもしれないんですが、まあ、自分が経験してきた中で今自分に言い聞かせてることでもありますので、はい、今後も進化を続けられたらと思っています。小田原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 パーキング到着です。はぁ、疲れた。何じゃん、箱根旧街通り旅人の歴史を見つける湯煙のパラダイス。そうか、箱根は湯煙のパラダイスなのか。あー、体痛い。SX の運転が一番腰にくるかもしれない。よし、じゃあもう一踏ん張り頑張りましょう。で、あとですね、最近の私のどうでもいいお話なんですけど、最近眠りが浅いのか、ほぼ毎日のように夢を見るんですね。で、その夢もなんかすごくリアリティあるものから非現実的なものにバラエティに飛んでるんですけど、今日見た夢がなんかすごくリアリティあって、で、何なのかっていうと、私に妹ができましたっていう夢だったんですよ。しかもその妹、今生まれたんですよ。今っていうことは、私より20歳以上も年下の妹なんですよ。20歳以上年下ってもう妹どころか娘だろって感覚だったんで、よくお母さん産んだなって思ったけど、でもなんかすごくリアリティあったんですよ。なんかもうちょっと信じられないけど、なんか複雑な気持ちになりましたね。いや、普通に考えたらおかしいんだけど、なんかすごくリアリティがあったというか、なんか嘘でしょみたいな反応を私がしても、みんな、そりゃ生まれるでしょみたいな、生まれて当然でしょみたいな謎の反応だったんですよ。ちょっとね、なんか自分の感覚が麻痺ってるのかなと思って、あ、そうなのか、踏まれたのかと受け入れざるを得なかったんですけど、なんかたまにちょっとそういう感じの夢を見ると、それが現実なのか夢の話なのか、どちらの話なのか分かんなくなる時があるんですよね。これはちょっと重症かなというか、あんまり夢とか見たくないんだけどな。はい、ということで高速道路を降りました。ここからもうすぐターンパイクなんですけど、ちょっとお土産を買ってからターンパイクに乗って、今日の動画は終わりにしたいと思います。まず干物会館にてお土産を買っていきます。じゃーん、干物会館到着です。そこで干物の試食やってるみたいで、めっちゃ干物の匂いがする。いい匂い、お腹空いてきちゃった。金目鯛、何買おうかな。せっかくだから金目鯛買っていこうかな。でも臭いかな。そうだな、こっからまだ峠を楽しむと思うと、ちょっと臭そうなのはやめるか。磯三昧買ってみようかな。美味しそうじゃない。湘南ゴールド森のバーム、これにしようかな。3点で2260円です。はい、ということで今回は海老名サービスエリアから箱根までドライブしてきました。まあ、今日のメインとしてはこっからターンパイクを走ることなんですけど、まあ、ここまでね、ご安全に無事に来れてよかったです。まあ、最近ね、天気がいいのもあって運転してるとポカポカで眠たくなっちゃうんで、こうやってね、視聴者さんを眠気覚まし代わりに使わせていただくという形にはなってしまいましたが、まあこれで私もすっかり起きれましたし、まあまあ結果笑いなんじゃないでしょうか。まああとはですね、せっかくなんで干物会館まで来ていろいろ買い物もしてきたんですけど、こっからのドライブに支障がないように干物は買えなかったという悲しい結果にはなりましたが、まあこれでお土産も買えたし、
なんかやっぱりリフレッシュはできたような気がしますね。ちょっとね、仕事で煮詰まってる時とか、もうダメだ頑張れないよって時はね、やっぱりこうやってドライブするのが一番いいのかなと思ったりもします。まあ、車好きであればストレス発散がドライブになるっていうのはやっぱり大きいんじゃないですかね。まあこれでね、私のうさばらしもできたと言いますか、欲求不満だったドライブ欲を多少満たされたかなと思うので、まあ、ここからね、タンパイクを楽しんでお家に帰ってまたお仕事頑張りたいと思います。なので新年度でね、皆さんバタバタでこれからまた5月病になってしまうんじゃないかみたいな方もいるとは思うんですけどね、ぜひドライブして気分転換しながらお仕事も頑張っていただけたらなと思います。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。